和牛。和牛は、明治時代以前からの日本在来の牛をもとに、日本国外の品種の牛と交配して作られた品種群である。具体的には、黒毛和種、カチモウ和種、日本短角種、無核和種の4品種を指す。1976年に、米国コロラド州で、研究目的に連れてかれた和牛たちの生子と肺が、他の国々に流出し、 オーストラリアやアメリカで出た品種と掛け合わせた混合牛が和牛として日本産よりも多く出回っているため日本政府は区別するために公式認定を行っている。日本には古代から牛が導入され千数百年にわたり広く利用されてきた。系統的には北方系のアシュタウロスでインド系のジェブ牛の血統は入っていない。鎌倉時代には 国牛ジューズが書かれ、品種とまではいかないが、産地による牛の特徴の違いが意識されていた。江戸時代の中国地方では、積極的に近親交配させて作り出した系統が、鶴と呼ばれ、優れた鶴の牛が高い値で取引された。肉食が生まれ、牛乳利用が広まらなかった日本では、牛は基本的に皆液牛であったので、この時代の優れた牛とは、 健康で人の言うことをよく聞いて働く牛である。普通は牛という場合には、明治時代以降に国外から導入した品種と在来種とを交配して作られた品種を指す。明治政府は欧米から優れた性質の牛を輸入し、それを在来の牛と交配させて増やすことで日本の牛を改良しようとした。 その多くは、父肉兼用の品種で、明治になって生まれた新しい需要に対応させるもので、ある。しかし多くの農家が牛に期待するのは、薬用で、その観点では、はっきりした効果が得られなかった。1912年から、生まれた牛の性質を見極めて優れた牛を増やしていく、という組織だった、品種改良が始まった。ベースとなったのはその時に、各地で飼われていた。 日本牛だが、すでに外国牛の地が相当に入り込んでいたので、純粋な日本在来牛ではない。そこでこれを、改良和酒と名付けた。改良の目標は、薬肉療養である。成果が上がって、集団としてまとまった性質が見えるようになった1944年に、黒毛和酒、カチモウ和酒、ムカク和酒の3品種に区別し、総称して、和牛と呼んだ。 1957年に日本単角種が追加され、4品種からなる和牛が成立した。品種改良の過程では、純粋な在来牛を残そうという考えはなかった。日本の牛は外国品種との交雑種になり、純粋な在来種は偶然的な事情で2つの島に生き残った。山口県萩市の三島牛、鹿児島県豊島村の口の島牛である。三島牛は、 国の天然記念物に指定されている。液牛の仕事は主に工作と運搬であったが、20世紀後半にトラクターとトラックに完全に取って代わられた。高まる牛乳消費に応じるためには、乳量が多い外国産のホルスタイン種が買われており、和牛の出番はなかった。そのため、1960年代に和牛の飼育目的は、薬肉兼用から、 肉専用に切り替わっていった。日本在来種とその性質を引き継ぐ和牛は、肥育すると筋肉に脂肪が混ざりやすい。そのような特徴は、牛自身にとっても過去の日本人にとっても有利なものではなかったが、肉食が広まると、他品種の牛肉では得られない、柔らかさとうまみにつながることが認められた。液畜としての役割がなくなると、 脂肪交雑が多い肉を生産するための和牛仕様と品種改良を進められた。特に1991年に牛肉の輸入が自由化されると中途半端な安さでは外国産牛肉に対抗できなくなり脂肪交雑しやすい黒毛和紙を高品質、高価格で生産する傾向が強まった。高級牛肉としての和牛の輸出は1990年代に始まったが 2000年に発生した牛海面上の王のため各国から輸入が禁止され一時途絶した2012年にアメリカ2013年に EU で輸入禁止が解かれてから輸出数量金額ともに拡大している2017年には台湾で輸入禁止が解かれ和牛輸入ブームが起きた中国は2017年現在も輸入を禁止しているがカンボジアから 迂回輸入している可能性が指摘される。公正競争規約の制度に基づき、食肉業界が作って、公正取引委員会が認定した、食肉の表示に関する公正競争規約第10条の施行規則では、以下の食肉に和牛の表記を認めている。規則は、交雑種にはその旨を記すよう求めている。牛の種類を問わず、日本で使用された牛の肉は、 和牛を名乗らない国産牛肉として流通する。その大半は和牛と父牛の交雑種か廃用になった父牛である。価格が高い順から並べると和牛、和牛交雑の国産牛、その他国産牛、外国産牛肉となる。以上は日本の規則、事情で外国での生産、流通に適用されるものではない。 和牛が外国に渡ってその血統を残した外国産和牛も存在する。オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、カナダなどでは日本の和牛に由来する和牛が使用され、和牛の名で高級牛肉として販売されている。ただその場合、和牛と他の肉牛の交雑種も和牛の中に入っている。日本では百四十八年に全国和牛登録協会が設立され、 黒毛和種、カチモウワ種、ムカクワ種の牛はすべてここに登録することになった。カッモウワ種の内熊本系のものは、1952年からカチモウワ牛登録協会に登録することになり、これが解消して、現在の日本赤牛登録協会となった。日本短角種については1957年設立の日本短角種登録協会が登録している。 牛の登録制度は2003年から牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に基づく牛トレーサビリティ制度によって強化されている。日本で使用されている牛は牛肉になって消費者の手に届くまで個体識別番号を付けられる。農林水産省の食肉の表示に関する検討会は2007年3月に 和牛等特色のある食肉の表示に関するガイドラインを作った。ガイドラインによれば、上記の品種要件を隠し登録書で証明できることに加えて、牛トレーサビリティ制度で証明できる牛の肉だけが和牛の表示で販売できる。これにより、日本国内で外国産和牛が和牛として流通することは事実上不可能になっている。 現在の日本で肉用として買われる牛のほとんどは和牛で、和牛のほとんどは黒毛和酒である。黒毛和酒が主流になったのは霜降り肉になりやすいからである。外国他品種にない性質なので、黒毛和酒は高価格、高品質で外国産牛肉と差別化できている。他の3品種の和牛が一概に劣るとは言えないが、霜降りでないと外国産の牛肉との厳しい。 価格競争にさらされるため、使用等数を減らしてきた。産地ごとに、肉質の良さを謳ったものを、ブランド和牛といい、神戸牛、松阪牛をはじめとして各地にある。現代の和牛農家は主に繁殖農家と、肥育農家に分けられる。繁殖農家は、小鳥経営とも言われ、母牛とその母牛から生まれた子牛を飼育しており、子牛を売って経営している。母牛、 12ヶ月年以上の繁殖能力を持った、目牛に種付け、または受精卵食、代理母出産をして、子牛を産ませ、数ヶ月育成した後、競りにかける。競りには、約3ヶ月年で出荷するスモール市場と、約9ヶ月年で出荷するス市場がある。肥育農家は肉用に子牛を太らせ、食肉センターに出荷して経営している。 家畜市場で開かれるセリで、肥育用の約3ヶ月年のスモール牛、または約9ヶ月年の数種を購入し、濃厚飼料を中心に給与することで体重を増やし、刺し、脂肪交雑を入れ、およそ30ヶ月年まで肥育した後出荷する。セリには、食肉センターで土畜して、枝肉と呼ばれる状態で刺しの入り具合、肉の重量等の情報を実際見ながらセリにかける。 枝肉市場と生きたまま立ち姿のまま差し、重量等を購買者が予測して、競りを行う、生態市場とがある。日本政府は1940年代に、和牛品種を規定した後、正当性を守るというために、和牛自体はもちろん、和牛の精子、肺輸出も厳しく禁止して、流出阻止政策してきた。しかし、1976年に、 アメリカ合衆国のコロラド州に研究目的で連れてかれた和牛たちが悪用されて1990年代まで相当量の和牛の生死と肺が他の国々に流出した。そのためオーストラリアは和牛と掛け合わせた品種にて日本を超える輸出国になっている。日本の農畜産業振興機構によると2015年基準で他の種との 混血和牛も含めた数値で、オーストラリア約25万匹、アメリカ約5万匹が飼育されている。日本の正当性ある和牛は、国内消費が大多数で残る輸出が主に、香港や台湾、カンボジアなどのアジアに集中しているのとは違って、オーストラリアとアメリカ産の和牛は、欧州と南米まで世界中に輸出されている。日本の和牛が日本国内で消費されるのに対し、 オーストラリアの混合牛は約85から90%が海外に輸出されているため、オーストラリアの1年あたりの混合和牛の輸出量は日本の10倍近くにっている。オーストラリアで最も大きな和牛農場であるブラックモアの代表デビット・ブラックモアは1988年にテキサス州の農場で和牛を初めて接して、その味に驚愕した。 1993年に和牛ハイを米国から取り寄せ、他の種と交配させて事業を開始した。2018年時点で8000エーカー、約3200万平方メートル規模の5つの農場で3800匹の和牛を育てている。オーストラリア牛協会は第2位の和牛畜産団体である、純血種、交配種ともに育成され、 国内外に供給している。輸出先には台湾、中国、香港、シンガポール、インドネシア、イギリス、フランス、ドイツ、デンマーク、アメリカが含まれる。オーストラリア西部のマーガレットリバー地域では赤ワインが飼料して与えられている。アメリカでは和牛はアバディーンアンガスと交配される。この交配種はアメリカンスタイル神戸ビーフと呼ばれる。 和牛は2012年のナショナルウェスタン賞に初めて競争相手としてアメリカの市場に登場した。中には日本の和牛の地を受け継ぐ純血種を育てているブリーダーもおり、それらはアメリカン和牛アソシエーションが管理している。1991年にカナディアン和牛アソシエーションが設立され和牛の生産が始まった。カナダでの和牛生産はアルバータ州、オンタリオ州、 グリンスエドワードアイランド州に限られる。カナダの和牛製品はアメリカ、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ、ヨーロッパに輸出される。2011年にハイランド和牛社が設立された。このハイランド和牛はスコットランド、ダンブレーンにあるブラックフォード牧場に本拠地を置く。同社は250頭に加えて2013年7月には300頭の和牛を追加し、 イギリスにおける最大の純血和牛生産者となっており、スコットランドをヨーロッパにおける和牛生産の中心地にするという目標を掲げている。2017年に台湾の下、総相当離島が陽明山、経典見陰で戦前移入された田島牛、三島牛とも言われるの子孫を購入し、血統化運転した後、台湾和牛の産業化を目指して育成事業を始めた。 初めて繁殖を成功した孔子を、源の京牛と名付けた。李東器と助手の大燕軍と日本学者、中村佑とし、長峰義隆が協調した台湾和牛の遺伝的関係を調べた論文、SNP マーカーを用いた台湾種と黒毛和種及び欧米牛の遺伝的関係が、日本畜産学会法第89巻第1号に掲載された。2018年7月に、 和牛の受精卵と生液を中華人民共和国に不正に持ち出そうとしたとして大阪府内の焼肉店経営者らが家畜伝染病予防法違反容疑で2019年3月に大阪府警察に逮捕された徳島県の畜産農家がこの経営者らに受精卵を提供していた模様である楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください